おはようございます皆さん。時刻は10時34分。今日はここじゃん、近鉄は二条神社口駅にやってまいりました、はい、今日はここから高知商祭親玉から、はいはい、チロチロっと二条さん登って、はい、久しぶりに瓦そばを食べに行きます。そうですね、もう朝布団の中でも瓦そば食いたいなっていうね、それだけのために来たようなもんですね、はい、本当はもうちょっとがっつりとね山に行く予定やったんですけどね、純吉さんがちょっとね疲れ気味なんでちょっと誰かのせいにしてますけどね、これはあのあれですね、やけどですね、いろいろやっております。今日も元気に行ってみよう。二条登山口、二条山ふるさと公園の方に向かいます。あ、ハイキングの人たちいますね、はい、今日ちょっとえらい張り切った格好してますね。曇りやったんでそんなに日焼けで痛くならんかなと思いましてね、久々にキャノンボール T シャツ出してきました、はい、10時46分、距離は1キロ二神パークです、はい、なんか車いっぱい止まってんね、いっぱい止まってんね、こう人気やで、いつも綺麗なお手洗いもあります、はい、五平餅もあります。今日はこのままこっちに止まりに行きます。まっすぐで、あ、二条神社口、はい、もう、うん、走り出したとこです。まあすごい偶然、今ですか。いや、もう降りてきました。早い、早い、紫があそこに一個だけありました。何が絹笠竹で知ってます？いや、知らないです。あみあみの、へ、あみあみのスカート履く、はあ、あのキノコがあるんです。へー、うちらそんなん全然興味もないから。温泉寺から行くんですか？なんか今日初めてのルートで行くっていうんで、トトロルート行ったことないんで、はいはい、そっから行って登って瓦そば食べて帰ろうと思って、そうそう、またいつもの食べに来たようなもの。すごい偶然。この辺りですか、お住まい？いやいや、大阪です。大阪、あ、すごい偶然、すごいすごい。年何回会うかも。ねえ、これからじゃあ頑張って行ってきます。行きます。お気をつけて、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。天井開けたとこなんですけど、そうだ、YouTube アップした。昨日上げたんです。1時間のやつ上がってました。あ、そうそう、あれです、あれです。六甲全住。宝塚からスマーラに向けて。ちょっと長い、長いんで。はい、はい、ありがとうございます。失礼します。10時57分、はい、距離は 1.9 キロ、はい、あ、なかなかの坂でしたね。いやでもなんか素敵な出会いもあってね、楽しい気分になりましたね。傘道を到着しました、はい、傘の形してますね。あ、懐かしい、うん、ここ鳥おれへんやん。おお、そうやな。鳥どこ行ったんや。そうだよね、潜んでるんちゃう、そこら辺で。これを登ります。マジで、うん、この先に道があるの、うん、へー、初めてだね、うん、登ります。じゃあ、はい、はい、鳥谷口湖畔、11時4分、2.3 キロ、はい、こう行くんですか？知らん。知らんのかい。こんにちは。あ、なんかそれっぽい、うん、
どの道が続いてるのかさっぱり謎やな。あ、なあ、続いてんだこれ。うん、知らんかった。あ、北海道もこれに、どっちやろ。新しい場所に来たみたい。うまいな。こんなあったんだね、うん。なんか空気がね、ちょっと水ひんやりしててね。ちょっと正常な感じだね。森の精がいそうな感じです。トトロがおんの。なあ、そんな感じやな。もう全然ね、二条山っていう気がしないです、うん、知らん山よ。思わへん、意外ときつい。おお、そうやね、意外と勾配あるんやけど、でもやっぱ気持ちがいい。静かな山歩き楽しめるんでね、本当楽しいですね、これ、うん。鳥の声も聞こえつつ。あ、そういえばね、昨日あげた六甲全順にももさんがコメントくださってて、あの、神社仏閣で心の選択をするように、山歩きをする人は山で心の選択をしてるんですねっていうコメントをいただいて、あ、すごい詩的ないい表現やなと、うん、なんか言葉にすると、あ、本当その通りやなってね、うん、なんか汗と一緒にいろんなものが出ていってね、すごい正常な気持ちになれるんですよね、心身ともに、はい、山に救われてるっていう感じしますね。選択してください、心を。おー、そうですね、ぜひしたいと思います。綺麗にしてください。はい、絞り出します。確かにそんな感じ。あー、いいね。さすがメジャーなルートだけあって、よう踏まれててね、危険箇所もないしね。わー、すごい、ほんまに飛んでる。上見て。ほんまや。もう見事としか言えない。はい、合流しました。どっから来んやろ、この道は。あ、街が見えるよ。あ、ここにベンチがあるってこと。あ、なるほど。おお。あ、これちゃう。うん、これか、これやな。よし、これ行こう。じゃ、今上げてはります。ビデオ見てくださってるようです。さっき上げてはります。すいません、だいぶあの長編時間かかってしまいました。そうや、それで、ね、うちら作り出すと長いからね。はい、分岐点です。もう分かりやすいですね。大津巫女の墓。近道というのは急。そういうことですね。結構な急勾配であります、これ。二条山かこれみたいな、ね。結構急な道がね、ずっとずっと続くね。続くな。こんな高い山やった二条山って感じ。おお、結構高いところで来たぞ。なあ、見てこれ。うわ、なかなかやで。なんかすぐそこ大津王子の墓みたいな雰囲気で、ね。ああ、いや、もうずっと走んやけど。あ、そうな。こういうロープがあるから走んなんかなと。
条山駅、はい、11時45分、はい、3.6キロ、いやなかなかの急勾配がねずっと続いたんですよ。ようやくポコッといきなりここに出てきました、はい、ようやくですかね山頂。ちょっと登りますけどね、また、はい、着いたね、うん、11時50分、3.8キロです、はい、ようやく勝って知ってる場所に出てきました。そうそう、ね、こっからよう分からんけど出てきたよねめちゃ迷うねん、ここ道いっぱいあるからな、時刻は11時51分、はい、3.8キロ小岳山頂に到着しました、はい、目だけ行きましょう、はい、はい、はい、馬の背、はい、だいぶ降りてきたわよね、はい、小岳から結構降りてからここに馬の背通行禁止なんやけど、あ、そうなんや、へえ、ちょうど正午です、はい、4.2キロ、たくさんの登山客で賑わってます、うん、ゆりちゃんですゆりちゃんですね、おばちゃん、あ、虫が来るときはな、こうやって頭にかぶるという何ちゅうダンサーやこれや、ね、時刻は12時6分、はい、4.5キロ、メダルケース3ちょっとやりました、イエス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 にぎわってますね、ね、すごい大にぎわい、大にぎわい、まあ、今日はね、登山日和というか、うん、そんな暑くもなく、はい、早速下山です、もうなんかもうね、すごいにぎわってるんで早々に下山したいと思います、はい、ここ結構急なんです、うん、はい、こんにちはなんじゃそりゃ、はい、じゃあなんかね、すれ違う人ごとにこんにちは、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 あ、はい、こんにちはって感じですねびっくりしたおはやるんや今二条山です撮ってますよ獣が、獣が出たんかな、思ったすごーい、ナッチやりましょう、やらせてもらおう、どうぞどうぞ、じゃあもっと可愛いの来てください、龍吉も一緒にどうですか、はい、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、お父さんも一緒に、お父さんも一緒に龍吉は撮ってくれ、その方が恐縮した、いやでも分かります、あれ2日連続だったんですよ、しかもこのコース来てよかったもうそんなん言ってもらったらこっちの方が嬉しいですよ、岡山のところにね、はい、奥の院っていうのが、ね、あ、ありますね、はいはい、マロコ山っていうのがあるんですけど、ずっと大トレイ館と左に行くと原岳っていうところ、はい、そっから来たんですよ、めっちゃ初めてなんですよ、うちらも初めてコースやったよね、どうからどうしたんか、トトロ道、いや、トトロ道はな、トトロ道から、はい、そうなんですか、だからたまたまこうね、ピーッと赤いとかピーッとこれ YouTube 入るんですか、入ります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 、いいですかねあんまりずっと出演料もらうお前ことこう編集してこうしましょう、お前こと編集めっちゃ感動です、ありがとうございます、コメントします、あのね、一回ね、ぜひぜひ、
大トレの朝から晩まで、あれでコメントしたことある。ありがとうございます。あれでコメント一回させてもらって、昨日またあの長編上げてますから1時間も、うん、あの6個のやつ今日朝見てきた。あすごい長いのにすいませんね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またお会いしましょう。はい、すいません。すごいな。はい、パンプラン純吉のロイホヘイ、久しぶりですね。学校給食編と並ぶぐらい人気なんですよ、これね。ほんまかいな。そんなコメントいただきましたからね、はい、同じくらい好きですという。あのね、ロイヤルホストはやっぱりね、何も考えずに食べるとね、結構なお会計になるんですよ。せな。で、ロイヤルホストで働くと、年に2回 50% オフ券が1枚、30% オフ券が2枚もらえるんですね、はいはい、50% オフ券、1枚使ってしまってたんで、この間 30% オフ券を使ってなんと1ポンドステーキをりゅうちゃんと一緒に食べに行ったんですよ。450g、はいはい、やっぱりね、すっごいボリュームでね、うん、厚切りなんでね、肉汁がね、すごいんですよね。そうやな、うん、やっぱね、ファミレスやけど、私裏方も知ってるんで、ほんまに大きい塊肉を切るわけですよ、うん、こう余分なところは掃除して、はいはい、あれをもう客席で切り分けて食べるというのが最高にもう興奮するぐらい美味しくって、うん、よく出るんですか。もうね、みんなよくこんな高いのそんな食べるなっていうぐらい出るんですよね。200g の方がやっぱよく出ますかね。450はシェアしないとちょっと食べきれないぐらいの大きさなんで、一人で食べたいんやったら 200g にエビフライとコロッケついてるようなセットをよく出ますね、はいはい、うん、でもやっぱりね、ああいう家族連れがああやっておのおの好きなものを食べてね、楽しんでる姿っていうのはね、うん、客席から見ててもね、うん、ああ素敵な時間を過ごしてねって思っちゃいますね、うん、やっぱりロイヤルホストは世の中社会に貢献してるんだなと思って嬉しいなと思いますね。我々もすごい楽しい時間を過ごし始まりました、はいはい、以上ロイホからでした、はい、また引き続き頑張ってください。はい、頑張ります。はい、以上です。はい、ここもなんか変わったあれやね、山の姿やね。そうだね、湿度が高いよね。あ、そうやな、このシダ類が多いよね。もうほんまにもはや我々が知ってる二条山ではないよ、ね、ちゃう、隠された二条山の謎を探る、うん、こっちちょっと左行ってみ、はい、そこに三角点が何なのか。あ、っぽいね、うん、あ、なんか休憩術的になってる。おお、原だけって書いてない。間違いなく原だけやろうけど、うん、そんなに見えへんかな。二条山です。そうやな、結構頑張ってきたよね。うん、なんかやっぱね、初めての場所は新鮮やね。なあ。うん、はい、原岳372mです。やりました。12時42分 ?43 分、5.8km。はい。マロコ展望台です。展望台からちょっと引き返してこの急坂を降ります。どっち？右？こっち。買い取るやろういう感じやなこれ、うん、へえ、親切。はい、マロコ山、これ右だそうです。左にも道あるんですけどね、うん、もうもはや我々の知ってる二条山ではない、はい、マロコ山やいう感じ、うん、はい、こっちから降りてきました、こっちに引っ掛けましたが、ちょっと案内板がひん曲がってるんで分からなかったんですけど、こっち行くと竹の内ルート、こっちの左の方に行くとマロコ山の方へ行きます。ちょっと失敗して急な道を登り返してきました。
って感じの山頂ですね。マロコ山、あの稜線が見事やな。213m、はい、時刻は13時15分 7.11km、はい、マロコ山って感じやね。ここから見えるこの稜線が、はい、あれ歩いたんですかね。公園マロコ山と登り口って書いてあるわ。これね、しかしすんげえ登り口急やで。時刻は13時24分、距離は 7.5km、はい、公園です。うん、いきなり人里に降りてきたね。うん、ちょっと衣装が凝りすぎててどうすんのって感じだね。あそこかここかない、うん、はい、いつも見ていただいているそうです。ありがとうございま す。これから河原そばですかとばで声かけていただきました。さすがですね。ご近所ですか。そうなんです。美味しいですよね。山の向こうです。山の向こう、山の向こう、今どっか行かれるんですか。今からぐるっとぐるっと、はい、二条山登りますんで。ああ、また今から。はい、あ、すごい、結構賑わってましたよ今日。あ、もうみんなコーヒー沸かしてゆっくり弁当食べてって感じでした。いいとこですね。ありがとうございます、はい、またこれまたあげておきます。はい、ありがとうございます。頑張っていらっしゃい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃい。お、アジサイとトレイルなんだ。もうすごい、かっこいい、うん、はい、タイマデラです。はい、ここはなんかええ感じのね、うん、もう二条山は遠くから見ても二条山ってすぐ分かる、うん、あれだよね、山の様子やね。そうです。今日はなんと合計4組の方から声をかけていただきました、うん、嬉しかったですね。とどめに今からそばですかっていうあれがね。バレちゃったかなっていう感じですね。もう超楽しみにしてるんですよ。まもなく河原そば屋さんです。13時46分9キロ、はい、満車です。はい、お疲れ。私はね、ごぼう、なんか揚げたて美味しいね。すいません、失礼いたします。このね、お出汁からしていい匂いね、これ。もうこれだけで香りシラピーで、お飲みでこれをポチョンしますか。はい、ポチョンポチョン。これで2人前なんですよ。で、私パリパリが好きなんで、もう早めに入れます。このね、見て、そばにもこの色がついてるやろ。これ上からも炙ってんのかな。この甘辛い肉がまたね、うまいんですよね。鼻から抜ける茶の香り。食べ足らずに練り天セットでもう一人前追加したところ、ん？って感じの感覚を食べました。ちょっとよく分からなかったんですよね。え、食べきったよりまだ練り天セットのそばも食うのって感じでしたね。食うわ。しかも結構じいちゃんとおばちゃんやんかほんまって感じでしたね。見上げちゃうで。来ました、また練り天セット。居酒屋やで、これ居酒屋。やっぱ揚げたていかなかんやろ。揚げたてがない。揚げたてがないんや。
パーの年点ではこれは出されへんな。年点一つでもね、一つずつ個性があるのよ。コショウがいて、コショウが効いてピリ辛なやつとか、紅生姜がピリッとしてるやつとか、またまた枝豆みたいにちょっとマイルドな甘さが広がるやつとかね。やっぱりね。はいはい、上がっていきましょうか。はい、はい、すいません、はい、ビールきましょう。3本目お皿も返してあげなかった、うん、ありがとうございます。来ました。これが、はい、参考になりますでしょうか。1人前の量がこれでございます。やっぱりね、3人前を一気に頼むよりね、熱々を思うことがすごい。で、これをここに、はい、もう一回ここに入れ直して、はい、私めが最初に、これレディーファーストやからね。ああ、いいよ、もう俺はこっちで食べるからいい。私の古い本を足してあげるわじゃん。あ、いい、いいの、うん、知らんよ、この錦糸卵も美味しいね、これね、何気にね。でもね、わかる、あのね、瓦が熱々なのがやっぱり味噌なんだよね、これね、うん。でこのソワもここら辺が焼けくべてるやろ。上からもなんかね炙ってあんね。またうまいんだな。ナイスチューナチューナ。よくな。そしてよく飲む。やっぱり2人前からの3人前セットがまずい。間違いない。はい。3人前目いきます。はい、3人前目完食しました。飲んだら喉乾くって分かってんだけど、このだしうまいんだな、うん、ビール3本、練り天が5皿、ね、5皿塩化っちゅうことや、はい、美味しくいただきましたでございます。はい、お会計は6028円ペイペイって感じでペイペイって感じでしたね。人のペイペイね。うちのこっち振れば振るほどこう何でもできんね、あれ。恐ろしい。もうまあ何しかね、あのお金に糸目をつけないんやったらね、一人当たりダブルダブルでガバーって食べたいなという欲望、ね、2人前2人前の練り天セットかける4で、一人当たり練り天が2つ食べれ、4人前でボーってこの河原に乗って、いや 4人前も乗らんわあの河原に。せやから河原、まあ、知らんけどな、4人前っつったらあれ4人前乗ってくんのかな。2人前2人前で河原2つにするんだ。まあ知らん、ちょっとトライしたことないからちょっとよう分かんないけどね。まあ、言うてもそしたら一人4000円やろ。ほんなら4000円の大瓶が3本で、サブ68円、1800円の5800円。あ、2体一緒やから。ほんならちょっと次やってみる。一緒やったらちょっと次トライしてみますわ。っていうことで、あのまた来ることを誓いつつ、はい、まあ下山後にご褒美があるっていうのはね、最高に楽しいですね。あの何最後にあったかって、あのいっぱい行くんですかっていうのを見事に体現した感じのね。バレとるかな。もう最高に楽しい日曜日になりました、はい、ありがとう二条山。またね。二条山ただの出しというか、うまく飲むためのこの、ね、餌やったら結構しんどかったぞ二条山。すいません、ごめん、手ごかった。手ごかった、はい、もうまたね。はい